はい、どうも、こんばんは。今日はですね、2019年の1月の14日、23時53分です。昨日に引き続き、アンチからの凸マチをしたいと思います。昨日もね、4人か5人ぐらいで、アンチが凸をかけてきたんですけど、まあ僕のアンチがいかに無能かっていうのをね、世間の皆様にさらしてあげたので、今日もまあ徹底的にやってやろうかなと思ってますんで、もしね、俺に言いたいことがあるとか、俺に説教したいっていうね、アンチの人がいたらね、ぜひ上がってください。ちなみになんですけれども、この枠はふわっちだけで配信やってます。匿名枠でやってますんで、リスナーさんは好きなことを書いてください。言いたいことがある人はね、凸に上がってください。よろしくお願いします。だね、ふわっちのね、コラボ枠、回線が弱いんだよね、回線が。それがね、すごい嫌だ。なんか、こういうさ、運営サイトだったらさ、システムのリリースとかするのってさ、しっかりした段階でやってほしいわけじゃん。しっかりした段階で。ちゃんとさ、サーバーが落ちるとかさ、配信ができない状態って、製品として完成してないものをさ、もう1年間ぐらい放置してるわけだから、ちょっといい加減ね、ふわっちの運営さんはね、このコラボ機能は直した方がいいんじゃないかなとか思うんだよね。どこの枠もさ、ダメだから、ちょっとこれはないかなって思ってるんだよね。改善してほしいよね。ふわっちユーザーとしては。やっぱ見てる方からするとさ、ちゃんと話を聞きたいわけじゃん。いいところでさ、配信が落ちたりとかさ、話の途中とかでさ、こう終わったらすげえ嫌なわけじゃん。だから、ちゃんとね、機能が実装されてほしいなって俺は思うよ。まあ、ただでさえね、儲かってるわけだからね、ふわっちは。今、儲かってるわけじゃん。だからね、リスナーさんからさ、半分花火代とかをさ、取ってさ、お金が儲かった分っていうのはさ、なんかリスナーさんにちゃんとシステムで還元してほしいなと思う。ね、じゃないと、リスナーさんが離れると思うんだよね。リスナーさんが離れていっちゃうし、なんか、それでいいのかなって。灰皿ある？灰皿あるのじゃ。中西マンでの売名の出来は何点ぐらいだった？中西マンで売名するほど腐ってねえわ。腐ってないだろう、そこまで。もう売名とかしなくても十分有名だから、俺。知らない人いないでしょ、配信やってるリスナーと配信者の中で。もう売名なんて全く興味ないよ。最初の1年で終わってるよ。その辺の雑魚なまぬしと一緒にされたら困るよ、マジで。いや、このままだとね、どん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 加速的にね、リスナーが離れていくと思うよ、ふわっちは。これダメだと思う。これはね、なんか、ちょっと反省しないとニコニコ生放送みたいにね、ダメなサイトになっていくと思うんだよね。なんか、金だけ儲かれいいのかよっていうのって、一番お金投げてる人が嫌がることだから。やっぱなんでお金投げるかって言ったら、いいサービスだからお金投げるわけじゃん。だから、なんつうか、もっとね、ふわっちの運営さんはね、ちょっとふわっちのリスナーさんとかの声っつうか、まあ、ユーザーライクであってほしいよね。ユーザーにとっていいサービスを続けてほしい。ユーザーにとってのいいサービスを。じゃないと、なんか、俺もふわっち好きだよ、すごい。すごい好きだけど、ちょっと最近なんか違うんじゃねえかなっていう方向に行ってる気がするんだよな。だからね、大手配信者が離れちゃったりとか、要はね、なんかアイテムばっかりあげるどかそとかをね、優遇して結局金なのかよっていうことになるわけじゃん。金なのかよっていう。
そこはね、なんか、ちょっと違うのかなと思って。今日なんかね、中西マンからたくさんリスナーさん来てくれて嬉しいですね。ありがとうございます。いや、俺はさ、なんかこう、配信ってさ、リスナーさんと配信者があって配信サイトが成り立つもんだと思うんだけどね。だから、運営さんは配信者もそうだし、リスナーさんもそうだし、使ってるユーザーに対して優しくなったりとか、そういうユーザーさんが喜ぶことをやって初めて儲かるっていう仕組みになるんじゃないかな。だけどね、やっぱね、リスナーさんとかね、やっぱね、アイテム投げるのバカバカしくなってる風潮ってあると思うよ。なんか全然そのサービスが良くならないから。だってタダで見た方が得なんだもん。それさ、ダメじゃん。投げたら投げた分だけどんどんいいサイトになったら育ててる感じがしてさ、こう、アイテム投げがいがあるわけじゃん。だからどんどん投げるわけじゃん。でもね、アイテム投げないのって結局、投げてる方がバカを見るじゃんって。ただで見た方が面白いじゃんって。そんなのさ、人が離れてくに決まってるよね。そう、俺は思うけどな。まあ、俺は、運営さんが、まあ確かにね、言われてるように、その50%って取りすぎなんじゃないのっていうのも声の一つだと思うの、俺。運営さんよりも配信者を応援したいわけだから、ちょっと取り分考えてよって。例えばもうツイキャスは7割でやってるわけだし、YouTube ライブも7割でしょ？他のサイトが7割でできてるのになんでふわっちさんだけ50%のままなの？っていうさ。だからさ、直振りの文化とかがさ、直振りで渡したいとか、天城府で渡したいとか、なんかクラウドファンディングやってよって、それってさ、ユーザーの声を汲み取れてない部分だと思うんだよね。で、会社にも都合があると思うのよ、俺は。運営していく上で。でも、そこに対する説明責任を果たして、は、あ、ね、こういう理由で、これからこういうのを実装しますってアナウンスするだけでも、あ、そうなんだ、じゃあ私たちそれまで頑張るねっていう気持ちになるじゃん、リスナーさんは。そう、あ、何月から希望が持てるって。でもさ、最近のさ、そのふわっちってさ、月末に露骨にさ、高額アイテム出してきたりさ、毎月毎月さ、わけのわかんないさ、なんか爆投げした人しか得しないさ、なんかトランプだとかアドトラックとかわけわかんないイベントやっててさ、これ何なのっていう、ただお金欲しいだけなんじゃないの運営ってなるじゃん。だから俺は、ああ、このままだとまずいなとは思ってるね。まあ、それでも信じてるけど。まあ、実際ね、ツイキャスに移動してる人が多くなってるし。そう、淘汰される前に去らなきゃっていうふうに危機感持って、配信者がどんどん逃げていくっていうか。なんか俺はね、無課金の人が投げたくなる。無課金の人が、あ、俺も花火投げてみようかなって思うことをやるのが俺は運営の仕事だと思ってんのよ。そう。わかる？あ、俺も投げてみたら面白そうだなっていうふうにしないとダメだと思ってて。今さ、なんか100万、200万さ、ドカッと投げるさ、一部のさ、なんとかっていうさ、有名コテハンの花火師とかが投げてさ、自分たちがなんかバカバカしいなって思う流れじゃん。なんか、じゃあ私が投げてる10円とか20円って何なのって。だからどんどんさ、その投げたくなくなるっていう仕組みになっちゃってると思うんだよね。俺はそこは変えていってほしいなと思うよ。みんながどんどん投げたくなる。そう。そういう感じがね、やっぱ、いやね、リスナーさんはね、結局、配信者のこと愛してるから投げるんだよ。配信者のこと応援したいから投げるんだよ。でしょ？企画頑張ってね。あの企画良かったよ。お疲れ様。毎日放送頑張ってるね。応援するよ。お疲れ。これで美味しいご飯でも食べて。少しでも足しになって。10円しか投げられないけど、私1ヶ月にこれくらいしか投げられないけど、少しでも役に立ちたいって思ってるわけじゃん。あくまで運営サイトに投げてるわけじゃなくて、配信者に向かって投げてるわけですよ。リスナーさんは。そのリスナーさんの、ね、あ、運営さんもいいサイトだなっていうふうにならないダメだと思うんだよね、俺は。
やっぱり投げる人はさ、応援してるから投げるし、そう、そういう部分があると思うよ。だから、なんかこう、運営さんはそこは、俺はそう投げるだけが応援じゃないと思っててね。見るっていうことも応援だし、フォローすることも応援なんだよ。みんながみんなお金持ちじゃないわけじゃん。みんながお金持ってるわけじゃないんだよ。だから、いいの。投げれる人が投げるでいいと思うの。大人が投げる。働いてる人が投げる。金銭的に裕福な人が投げる。それは素晴らしいことじゃん。でしょ？で、投げられない人はフォローしたりコメント書いたりとか、見て応援する。ただね、運営さんはそこにあぐらかいたらダメで、ね。一部のお金持ちに頼るんじゃなくて、そう、無課金の人が少しでも、ね、あ、俺も投げてみようかな。俺も、まあ100円ぐらいだったらちょっと投げてみたらなんか面白そうだなって思うような仕組みを作るべきだと俺は思うよ。じゃないと、俺は投げない、俺は投げない、俺は投げないって。そんなことコメント書いてる人たちがさ、いくら増えたところでさ、どん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 さ、投げてる人もバカを見るしさ、なんで私応援してんだろうってなるしさ、運営さんが損するんだよ。だから、俺もそう思う。あのね、配信者にトランプを配るんじゃなくて、リスナーさんに販売しろよって思うの。例えばトランプなら。1000円で売ればいいんだよ、グッズとして。そう思わない？で、その売り上げの半分を配信者、その配信者に渡せばいいじゃんとか、そういうことだってできるわけじゃん。なんで、100万とか200万払った人しか、ね、トランプがもらえないの？ポテトチップスがもらえないの？ステッカーがもらえないの？そうじゃなくて、応援したらステッカーとか、ね、トラックとかに乗ったりとか、トランプに、をグッズで作りますよってやって。で、リスナーさんが無課金の人も買いたくなるっていうのはそういうことなんだよ。あや、グッズで出してよって。俺が応援してる配信者いるんなら、物が届くんなら俺ネタになるから、ね、ツイッターとかに画像貼れるから、俺トランプ買ったよって、自分の推しの配信者できるからってやればいいんだよね。なんかね、そこが残念なんだよね。一部の人がね、なんか得をするだけのね、お金投げた人でね、はっきり言うよ。はっきり言うんだけど、正直ね、100万、200万投げる人トランプとかいらないよ。そう思いません？毎月100万とか投げる人とかトランプが欲しいからじゃないんだよ。だから、そういうところに気づいてほしいんだよな、俺は。美課金相手にされてないから、美課金の人が無課金になってるんだよね。コラボ全然上がっていいですよ。だからね、俺はね、ちょっとこの風潮はね、なんかこう、訴えかけていく。なんでかっていうと、俺がこれを言ってるのは文句じゃないじゃん。ふわっちを守りたいからじゃん。ふわっちの運営さんに変わってほしいからじゃん。ふわっちが大好きだから言ってるわけじゃん。ふわっちで言ってるんだよ。そう。だからね、少しでも運営さんにね、こういう声が届いたらいいなっていうふうには思ってる昨今ですよ。そう。リスナーさんはね、単純に配信者を応援したいの。運営さんは裏方だよ、正直。すごく大変な仕事、システム開発をしたりとかね、苦労がある。いろんなクレームが来る。で、表では評価がなかなかされない。ね、だけれども、いい配信サイトにはいい配信者が集まるんだよ。で、いい配信者が去っていくっていうことは運営さんの怠慢なんだよ。そう。俺はそう思うけどね。いや、課金しないと見れなくしろっていうのはね、もう俺はね、ちょっとそれは違うんじゃないかなっていうの。なんでかっていうと、無料で見てくれてる人がいるから、ね、有料で投げる人が際立つんだよ。無料で見てくれてる人があるから、ネット、インターネット配信者、俺らっていう存在が生きてこれてるわけだから。だからね、無料で見れて全然俺はいいと思うよ。全然いいと思う。そう。でも、そのみんなが、その、なんだろう、愛せるサイトを作っていけ、いくことができる活動ができるのは俺は運営さんだけだと思ってるからね。まあそういう考え方もあるよね。だから、
いや、いいんだよって。うちのサイトは別に、過疎で30人ぐらいで100万投げる人が集まればいいんだよっていうサイトなんだろうねっていうことだよね。うん。でも、俺は、もうダメだと思うよ。うん。俺は、もうダメだと思う。うん。トツはまだ来てないんで、別に、俺のアンチへりくつばっかりで嘘つきばっかりだから、今日も論破してやろうかなと思ってるんで、俺に説教ぶちかましたい人、俺に質問したい人、俺をね、直接言い、突き詰めて、お前の悪事を暴いてやる。和道がいかに詐欺師なのか暴いてやるよ、みんなに。っていうね、ゴリゴリのアンチの人はね、ぜひ、とつかけてください。また、うんこちびるほど論破してあげます、今日。はい。ちょっとタバコ取ってくるわ。いや、昨日ね、アンチ凸マチをやったんですよ。で、なんでやろうと思ったかっつうと、ね、いかに無能か、俺のアンチ活動をやってるやつがいかにアホでいかにバカなのかを、普通のリスナーさんに晒し上げてやろうと思ったら、4人凸かけてきたんだけど、まあ、大成功したんですよ。あ、何言って、アンチってこの程度だったの？和道のアンチってこんなアホだったんだ。昨日とかもう超ね、面白かったよ。彼女に対する扱い方がひどすぎる、ワド監督は。彼女に対して女性的な扱いができてないっていうアンチコメントが来たのね、突然。で、その人に聞いたの。彼女いるんですかって。関係ないだろ。って言い始めて。いや、関係ありますよって。僕に、あなたは僕に女性の扱いがひどいと、彼女に扱いがひどいとおっしゃいましたよねって。ああ、そうだよ。あなたはじゃあ女性の扱い素晴らしいんですよねと。お前より素晴らしいよと。俺は神対応だと、女の人に。お前の女性の扱い、あ、わかりましたと。じゃああなたの方が女性の扱いがうまいと。さぞかしモテるんでしょうね。彼女いるんですかって。いない。あ、いらっしゃらないんですね。何年ぐらいいらっしゃらないんですか？ 6 年いないって。ただのひがみじゃねえか、バカ野郎って。もうこのレベルだから、本当に。本当。笑うでしょ？マジでね、バカばっかりなんだよ、本当に。だから今日も、ね、コメントで普段意気がってるやつで、ね。いや、俺は全然話せるよって。全然お前のことを、ね、この場で暴いてやるよっていうね。人がいたらね、ぜひ聞いてみたいんですよ、僕は。どうするかだよね。どうするか。まあまあ、今日もね、一つが上がったら、まあ話を聞きましょう。アンチが何が言いたいのか、どんなことが言いたいのか、もうしかと聞き遂げますよ、本当に。ちゃんと聞いてあげますよ。そうそうそう、狐でしかキャンキャン吠えらんないの。狐でしかキャンキャン吠えられないんだよ。本当にそう。いや、だからいい機会なんだよ、本当に。いい機会の。ああ、アンチの次の凸がね、マルサが動くぞとか言ってね、税理士3万で雇えとか言って、税理士が3万で確定申告するわけねえだろ、バカだろ、本当に。最終的にはね、そのね、アンチはね、俺に税金払え、税金払えつって、わかったわかった、払うよっていう話をしたら、最後に言いたいことありますかって聞いたら、俺は税金払うのがバカバカしいんだよって言ったかんで、最低な発言だと思わない？
何それとか思って、俺は税金払うのがバカバカしいとか言ってて、まあ俺は最低10万かかるっていう風に相場が見てて、大体月額2、3万かかるのが普通で、確定申告単発だったら10万以上かかるのがね、普通なんだけどね。10万でも安い方だけど。アホだよね、本当に。いや、笑ったよね、本当。まあ、世間知らずなんだろうね。まあまあ、それくらいお花畑だからね、俺のこと叩けるんだろうけど。まあね、結局ね、ネットなんてね、そういうもんだからね、嘘つきばっかりなんだよ、ネットで。だってさ、ひろゆきさんが言ったのなんてさ、西村ひろゆきが言ったのは当たり前で、便所の落書きだよっていう。ネットに書かれてることを本当だって思ってる人いたら頭おかしい人でしょ。そう思わない？だから、発言っていうのは何が書かれてるかじゃなくて、誰が言ってるのかを重要視するべきだと思ってて。俺はさ、俺の発言っていうのは俺が担保して発言をしてるわけだから、しっかりと裏を取って、しっかりと自分の生きた人生観をもとに、俺はこう思うよ、俺はこう考えてるよ、俺はこういう体験してきたよっていうことを、しっかりと担保して言ってるから信用性が上がるわけじゃん。だけどさ、そんな便所の落書きに書かれてることをさ、あ、これ本当なんだ、あれ本当なんだってさ、なんつうの？もうトイレのさ、落書き読んでさ、ねえ、それをさ、全部真に受けてるようなやつだからね、もうどうしようもないんだよ、そんなの。いや、俺、本当に、狐枠とか雑談狸とか2チャンネルに書かれてる内容、全部本当だと思ってるやつ、頭おかしいやつだと思ってるよ。頭おかしいやつ。あ、コラボだ。あげまーす。もしもし。もしもし。好きな配信者と嫌いな配信者どうぞ。好きな配信者はあなたです。ありがとうございます。嫌いな配信者は別にどうでもいいんで知らないです。なるほど。今日はどんなお話でしょうか。いや、お話っていうか、普通に、僕は、ふわちゃん始めたてなんですか？始めたてなんですけど。配信者の方ですか。はい。はあはあはあ。どれくらいやってるんですか、もう配信は。いや、もう、しょぼしょぼでクソやるんだって。配信始めてどれくらいなんですか？本当に2、3週間ぐらいです。ああ、ベイビーですね。で、あなた以外別に興味ないですよ。ああ、ありがとうございます。なんですけど、はい。とりあえず、あれなんですよ。ちょっと、別になんかうざい、コメントとかがすごい荒れていたので、ああ、すじごい。ゃあ、コメントに言いたいことがあると。いや、言いたいことっていうか、のね、その正味、歌だけ歌って落ちていいですか？ああ、歌いたいってことですか？そうですね。歌ですか？ダメでまあす。まあ、どれくらいの尺の歌ですか？いや、人の曲なんですけど。人の曲、なんで僕らが聴かないといけないんですか？あ、じゃあ自分の曲の方がいいですか？そうですね。やっぱオリジナルソングだったら聴く価値があるかなって思うんですけど。わかりました。いや、人の曲の方がいいかなと思って。いや、人の曲はちょっと、ねえ、俺ら、興味ない。だって、ねえ、例えばなんですけど、はい。まあ、C さんが尾崎豊が歌うんだったら、僕ら尾崎豊 YouTube で聞けばいいわけじゃないですか。いや、もうまあそうなんですけまあど、まあ、そうですよね。でも、はい。C さんが C さんのオリジナルソングを歌うって言ったら、ちょっと聞いてみようかなっていう気にはなりますよ、僕ら。逆にオリジナルソングでいいんですかって。オリジナルソングの方を聞きたいですね。何ですか。一番だけですよ。一番だけ。逆になんかこういう曲作れよとか言ってくれた場合、まあ作れるんですけど、あ、即興でいけるんですか？即興なんぼでもいけますね。ああ、素晴らしい。じゃあ、ちょっでも、と、とりあえず、ちょっとリ舐めスたやナーつ。と、はちょっい。と待ってくださいね。リスナーとちょっと相談しましょう。なはい。んか、このね、今コラボに上がってる C さんっていう方は即興でどんな歌でも作れるっていうことなんで、なんかリクハードエルスト高あいでりすまね。すか？結リ構スハードルナー高さん。くて。いや、
やまあ、とりあえずリスナーさんの中でこういますか、そのこういう歌を歌ってほしいっていう。あ、じゃあ、こじきについて、要はインターネットでアイテムもらって生活してるようなやつらの歌を歌ってください。いや、結構難しめじゃないですか、リーダー。わかりました。お願いします。ぶちかましてください。じゃあ、ちゃんとやりますね。いや、こじきが、じゃあ、インターネットで配信でお金を持って、こじきしてる歌っすね。そうです、こじきソングです。お願いします。いや全然俺コンセプト違いましたけど、じゃあやってみます。じゃあやってみましょう。はい、俺言うてふわっち1週間目なんでよろしくお願いします。もうリーダーのために歌います、ね、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ C です。よろしくお願いします。はい、税理士とかめっちゃコメント流れてますけど、まあいいや。はい、はい、ちょ一応待ってもらっていいですか。な、何松ですかこれは、ちなみに。いや、あの、すいません、あの、ちょっとピアノ、ピアノちょっと待ってもらっていいですか。ピアノチューニングとかないですよね。ギターだったらわかるんですけど。いや、あのね、すいません。はい、はい、はい。伸びすぎてるパターンなんで、ちょっと。ああ、指を鳴らしてるんですね。はい、はい、はい。はい、はい、いいですよ。いや、待ちましょうよ。すいません。はい、じゃあ行きますよ。僕コールしますんで行きますよ。じゃあ、はい、配信を始めて1週間の C さんの歌です。オリジナルソング聞いてください。こじき、どうぞ。こじき。はい、行きます。じゃあ今とりあえず何でもいいから行きます。はい。前奏長えな。前奏長えな。短くする。いや、前奏長いな。前奏長めの、あれですか、シンガーロソングライターですか。ちょっと C さん、ストップ。はい、そう。短めします。C さんは、あれなんですか、はい、イントロ結構長めのアーティストなんですか、そういうスタイルなんですか。いや、とりあえずね、今ね、あのね、音が、ね、はい、長めに全然伸びなかったんで、あ、伸びなかったんですね。なるほど。すいません。じゃあもう一回いきましょう。配信者 C さんの、はい、オリジナルソングで、こじきです。どうぞ。やべ、いろんな意味でやべ。はい、お願いします。はい。じゃあ、貧乏っていうタイミングいきます。貧乏っていうタイミングいきます。じゃあ、はい。こじきに、声聞こえる人はまた声飛んだ。声聞こえてる？聞こえてるってよ、みんな。いや、声聞こえてるって、聞こえてるって。コラボほんと無能だよな、ほんとに。どうしようもないよね。あー、ちょっとレミオロメン入ってたよね。レミオロメン入ってたよ。治った？はい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 。あ、今聞こえた。ちょっとレミオロメン入ってるのが腹立つよね。うん。
いや、これは俺のせいじゃないから、ふわっちのサーバーが弱い。ふわっちのサーバーが弱い。うん。いや、まあ、ちゃんと会話できん。ちょっと、のんちゃん大丈夫？首おかしくするからね。ちゃんとしなさい、のんちゃん。うん、聞こえた？大丈夫？うん。いや、さ、もう日本語が読めないんだよ、みんな。アンチコメン、アンチトツマチだから、ね。キツネたち、このキツネちゃんたちが待ってるのは、俺がグーの音も出ないぐらいね、論破されるところが見たいんじゃないの、キツネちゃんたち。そうでしょ？俺がね、ぐずぐず泣き出したり、ね、沈黙が続いたりとか、ね、あ、苦しいな、ワド、論破されてるなっていうところが見たいんじゃないの？そうでしょ？なのにさ、ダメだよね。いや、俺アンチじゃないんだけど、とか言われても、そんなの俺ら求めてないからね。うん。アンチとつまちって書いてんのに、ダメだよ、本当に。いやー、ちょっとね、わかってないな。まあ、手だとしても、手でもいいから、アンチを演じないとダメな場面なのに、そういうところにね、配信スキルが出てくるんだよね。配信スキルが。アホだよな。いや、アンチ来てないね、今日はね。昨日は4人来たけどね、昨日全部論破してやったよ。ボロッボロに論破してやって、うちのバカアンチがいかに無能なのかを晒してやりましたよ。晒してやりました。昨日のリーマンはクソだったよね。映画なんて月曜日から金曜日まで毎日8時間真面目にやったら、今年中に、今年の夏には映画なんて作れるんだよ、と言って。バカじゃねえの？サラリーマンなんか、月曜日から金曜日まで働くような真面目なやつが面白い映画の撮れるわけねえだろ、バカが。そう思わない。そんなバカ真面目なやつの映画なんか誰が見てんだよ。まともに働かねえやつの、ね、超クソみてえな生き方してる映画監督の映画の方が面白いに決まってんだろ、バカが。いやーもう笑うよね、本当にね。バカなんだろうね、多分ね。頭悪いんでしょ。いいんだよ、別に。俺なんかリスナーから金もらってるだけなんだから。いや、遊んで暮らせてるんだから、ほっときゃいいんだよ。なあ。遊んで暮らして、カメラも買ってもらえて、映画も撮って、仕事でやってるわけじゃねえんだから。なあ。コメントでははしゃぐねえ。コメント弁慶だね、コメント弁慶。コメントでは本当に強気だよね。まあ、コメントだけなんだろうね。コメントだけ。コメントではね、いいもんね。何にでもなれるもんね。嘘ついてもバレないもんね。羨ましい。嘘つきばっかりだからな、うん。全然困ってないよ。全然困ってない。もう超楽しいよ。超楽しい。ビビって上がれないでしょ。昨日散々、ねえ、あんだけ論破されたんだから、うん。あんだけ論破されてボロボロにされたらもうプルプル震えてる。プルプル。サラリーマンがいかに無能か。名言だね、うん。有能だったら自分で仕事やってるでしょ。もしくは、でっかい会社入ってんじゃない。昨日、ちょっとね、面白い展開だったよ。うん、いやー、わかったでしょ。普段、
ここでバカみたいに叩いてるやつがいかに無能か分かったでしょ。ここでアンチコメント書いてるやつがどれくらいアホ立ちだったのか晒し上げてやったかんね。え、こんな感じなのってなったもんね。和道のこと叩いてるやつってこんなうだつの上がらない中年おじさんたちだったのっていう。まあそんなもんだよ。匿名じゃないとこんなこと書けないんだから。ルサンチマンだよ、ルサンチマン。コンプレックスの塊なんだよ。コンプレックスの塊。そう、まさに名言。まともなやつはふわっちなんて見てない。本当にそれ。本当にそれ。何？映画撮るの大変だよって映画撮ったことある人なのかな？この人は。映画撮ったことあるんですか？キラコメしか読まなくなってる。そういう風に見えるんだ。俺コメント全然拾ってないけどね。頭悪っ。ホラ吹きは俺じゃなくて俺のアンチだから。俺のアンチが無能くんたちなんだ。無能くんたち。もう全然減らってないよ。ふわっち来てからは減らってないな。ニコ生の頃は結構減らってたけど、正直ふわっちに来てからね、全然減らってないっすね。まあね、今のところ勝率 100% だからね。勝率 100% だから。今日も撮影の現場入ってたよ。撮影、まあ自分の映画に関しては、カメラマンさんいるから、撮影監督にお願いしようとは思ってるけどね。映画に関してはね。いやー、匿名コメントを真に受けてるやつは頭悪いやつだよ。匿名コメントをね、真に受けてるやつは、まあ生きるの難しいだろうな、現代社会では。まあ、ピュアなんじゃないの？あの人、あ、最後のトツ？たけちゃんさん？たけしさんのことをたけちゃんって呼んだ人？あ、いや、まあ、あの人、交番表とか、まあ、なんだろう、業界用語使ってた、業界に関わってる人は業界から関わってる人だと思うよ。だって、普通の映像業界にいない人、交番表って言葉知らないでしょ？知ってる人いる？交番表って言葉知らないでしょ。交番表って言葉知ってるってことは、まあ業界にはいたんじゃないの。わかんないけど。あ、俺？俺はね、働かなくても食っていけるの。仕事する必要がないの。リスナーさんが囲ってアイテムくれるから大丈夫。だから、働きたい人とか、働かないと生活ができない人が、働けばいいと思うよ。俺は、遊んでるだけで生活できるから、心配しなくて、結構でーす！大丈夫でーす！ありがとう。
ファンがいるから、ファンがね、アイテムくれるから大丈夫です。ご心配なく。うん、まあ、古事記でも何でも構わないんで、好きに読んでください。僕は遊んでるだけで生活できちゃうんで。はい。ありがとうございます。病気でも何でも全然構わないでしょ。囲いがいるんだから。囲いがいない人に囲いがどうとか言われたくないよ。囲いがどうとか。別に病気でも何でもいいじゃん。ファンがいるんだから。ファンがアイテム、ファンからアイテムもらって何が文句あんだよ。なあ、そう思わない。何だっていいんだよ、別に。俺はね、囲いって言い方嫌いなの。俺はファンって呼んでるのね。俺のファン。ファンビジネスやってるだけだから。ファンビジネス。あ、10年配信見てくれるんですね。10年後に同じこと言えてたら認めてやるよ。ありがとうございます。10年間よろしくでーす。よろしくでーす。閲覧1、10年間確保できました。嬉しいなぁ。10年見てくれるってよ。たまんねえな、おい。もうこれファンでしょ。これ。10年俺のこと追っかけてくれる宣言だよ。どんだけ好きなのよ、俺のこと。ファンクラブあるでしょ。4500人ぐらいのフォロワーがいるんだから。4500人のファンがいるんだ、ファンが。ありがたいね。ありがたいよ。嬉しいよね。監視対象とか言ってるけど、監視だから、全員。132人が監視、見てるだけだから。わかる？見るイコール監視だから。もうね、言い方を変えても無駄。全然いいよ、監視で。全然いいよ。俺、大人じゃないんで、大人の義務とか果たせません。子供なんです。ごめんね。子供なんです。中学2年生のまま止まってるんです、僕。大人の義務は、大人に任せます。頑張ってください。なんか大人つまらなそうなので、僕子供のままでいようと思います。子供のままでいいです。うん、そうそう。永遠の中学2年生だから。永遠の中学2年生。子供の頃の、少年の頃の心を忘れてないから。少年の頃の心、いいでしょう。ピュアピュアだから、ピュアピュア。33歳児だから、33歳児。子供のままでいつまでいけるかっていうか、だ実際もう33年間子供のままで生きていけてるからね。だからこのままいけんじゃないの？このまま。あ、寝ます。つまらんだって。聞いてる、聞いてる。寝て。聞いてるね。
うまくいってる俺を見るのが辛いんだろうね、多分ね。惨めになるもんね。バカみたいにね。何やってんだろう、俺ってなるもんね。寝なさい。そう。頑張って働いた方がいいよ。俺の真似してる人とか俺興味ないんで知らないでーす。知らないでーす。真似したきゃ真似すればいいじゃん。俺は俺だから。俺は誰の真似もしないけど、俺の真似する分には別にいいんじゃないの。真似は真似だから。真似は真似。偽物がいる、偽物が生まれて初めて本物だからね。偽物が出て初めて本物のブランドを構築できるんだよ。だから俺は全然構わないよ。アンチ突しないの？いや、コメントでしかこの人たちは騒げない人たちだから。コメントでしかね。俺は待ってるんだよ。俺のことをボロボロに、俺の価値観をボロボロに、こう、打ち砕くような本物のアンチ。あ、もう配信やめて働こうって、働かなきゃダメだって思うような、こう、大人の説教が聞きたいね。大人の説教が。あ、この人かっこいいわって、俺も働こうっていうような、そう。早く大人になりたい。説教してもらいたい、説教。そう。金八先生とかね、グレートティーチャー、鬼塚みたいな人待ってる。鬼塚先生。なれるかな？どうだろう。中学2年生で止まってるからね。いや、誰でも構わないよ、別に。俺に文句がある。お前の悪事を話す。お前のここが嫌いだとか、もう何でも聞くよ。何でも聞く。俺がもう喋れなくなるぐらい、心が折れるぐらいのアンチを待ってるんだよ。心が折れるぐらいの。ああ、大人ってね、年を取ったら勝手に大人になると思ってたよね。ガキの頃。違うんだよね。そうじゃなかった。いや、誰でもいいよ、別に。誰でもいいよ、全然。配信者でなりたいと思う人あんまいないな。この人いい生き方してるなっていう人ってあんまいないね。だから配信者で誰が目標ですかとか誰がライバルですかって、いやいや配信者と比べてないからっていう、どうでもいいよね。
あれ延長できない。延長できたのかなこれ。延長できてる。なんかバグが多いよな、本当にな。バグを、なんだろう。これでできたかな。これでどうだ。ほい。あれ。あれ延長ができないね。何なんだろう。最近ふわっち本当にバグ多いよね。終わりかなこれで。閲覧多いからかな。システム弱えな、ちょっとな。あれ。何なんだろう。延長できないからこれで終わりにすっか。よいしょ。よいしょ。あれ、何だろう。できねえな。延長できないね。何だろう。なんでできないんだこれ。延長しませんかって、はい、押してるんだけど。できないね。まあ、いっか、終わりにすっか。なんだろうね。よくわかんないんだよね。バグってるね。なんか最近バグ多いよな。通常配信やる？いいよ、通常配信やっても。やる？通常配信やろうか、じゃあ。よし、じゃあ次通常配信やろうか。やりますか。さっきから招き猫投げてるけど反映してない。アイテムバグなんだね。じゃあ、うん、あ、ほんとだ、アイテム飛んでる。ありがとうございます。招き猫、あ、結構飛んでんじゃん花火。なんだこれ。 ありがとう。すげえな。7000円か。いや、結構ありがたいですね。いや、7000円分入ってるわ。ありがとう。うん。いや、全然困ってないもん、生活。全然困ってないから。ええ、バグなんだって。バグ。延長もできないし。ねえ、いいよね。時給7000円だよ、時給7000円。やばくない？時給7000円。どうした、のんちゃん。寝るの？満足した？うん。今日、どうだった？これこれは。これこれ？うん。ね、なんかね、爆走が塩対応で謝ってね、うん、なんかね、うん、四季っていう人はね、いつまでも引きずっててね、うん、面白くなかった。面白くなかったね。うん。これこれとかくっそつまんねえがんな、ほんと。
ガキのコンテンツだろ、ガキのコンテンツ。なんだろうね、このバグ。最近バグ多すぎてもう、ふわっち、変だよ。まあ、あんま面白くなかったらしいよ。ハズレ会だって言う。ハズレ会。ハズレ会でしたね。これこれとか面白いと思ったこと一回もないよ。普通にあんなのガキどもが囲ってるだけでしょ。くっそつまんねえだろ、あんなの。喋り下手すぎ。これこれとか。聞いててイライラしたもん。のりこに、ごめん、イヤホンつけて、っつって。こんなのが囲われてんのっつって。クソだろって。全然面白くなかったもん。いや、もう全然面白くなかった。ねえ、クソつまんないよね。うん、いや、次枠行くよ、次枠。いや、だからね、反映されないんだよ。あ、スターマインありがとう。ありがとうございます。ああ、なんだろうね。スターマイン全然反映されない。なんなんだろう。ありがとう、ありがとう。ん？どうしたの？本当に投げられたか。のんちゃんが見てばいいと。いや、違う。なんか反映されないんだよね。ありがとうございます。何なんだろう、バグって延長もできないんだよね。うん、おかしいんだよ。変だよな、最近ふわっちバグ多いんだよね。何なんだろう、ほんとこれ。アイテムないよ。いや、ありがとね。あと1分だ。うん、延長できないんだよね、なんか。壊れたと。壊れてる。うん。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。アイテム7000円分ありがとうございました。次役行こうと思います。面白かった人はね、最後にアイテム投げてもいいよ。お疲れ様。次枠は通常枠です。